皆さんこんばんは、キンパメでございます。今日は草津に来ております。今日はですね、仕事終わりに前日入りしようかと思って夜に来てますね。これからちょっと回ってホテルにチェックインして、ちょっとバーでも行ってみようかなと思います。よろしくお願いします。しかし辺りにはこんな感じで無料の足湯があるんですね。素晴らしいですね。はい、ホテルにチェックインいたしまして入ったところです。で、今回ね、連泊するだけなんで部屋は小さめにしてあります。訳ありプランということでかなりお安くなってますね。でもかなり機能的なんですよ。ここに洗面台があって、エアコンで、石鹸やポット、ドライヤーなどで、こちらはトイレなんですけどね。で、こちらは冷蔵庫、中に何も入ってませんでした。で、各コンセントと、これは加湿器があるんですね。で、テレビで、結構これ快適そうなベッドじゃないですか。いいですね。こちらに今回は宿泊いたします。トイレはですね、こうやって面白い開け方するんですね。で、ウォシュレット付きのトイレ、非常に綺麗です。というわけで、こちらに浴衣もありますのでね、温泉に行って着替えようかと思います。で、今回の宿はですね、実は温泉がついてないんですね。なので周りの温泉に入ります。これピンク色のやつ全部無料だそうですね。狂ってますね。すっごいです。で、今回はこの塩畑の湯っていうところに行こうと思います。はい、というわけで湯畑の方まで回りました。いや、こうやって見てみるとフルなのに結構ライトアップされて綺麗なんですね。いや、素晴らしいですね。こうやってお湯を冷ますことによって源泉かけ流しで皆さん入れるということですね。しかし着いた時から感じてたんですけど、やはり温泉の匂いがすごいずっとプンプンするんですよね。やはり本物の証ということなんでしょう。手を洗うためのお湯だそうです。ふんだんに使われています。うん、あったかい。なんか花嫁の方だけボッコボコになってる気がするんですけど、気のせいですかね。しかしさ、普通が草津温泉結構9時近いんですけど、かなり賑わってるんですよね。人がいっぱいいるんですよ。で、こちら無料で入れる温泉、白旗の湯ですね。こちら24時間やってるんですね。で、草津の湯って結構酸性度が強くて温度も高いですので、3分入るっていうのがちょうどいい入り方だとそうです。でも私結構長風呂する方なのでね、足りるかな。とりあえず入ってみましょう。編集中のキンパミです。中はこのように2つの浴槽からなっており、強酸性でしかもめちゃくちゃ熱いです。目に少し入るだけでめちゃくちゃ痛い。隣では子供の泣き声が聞こえており、全く子供向けではありません。大人同士で行きましょう。それでもいい湯でした。さて、お湯に浸かった後はこちらで飲みましょうかね。バー&フードチョイスさんです。ウイスキーがめちゃくちゃ種類あるらしくて30本あるらしいですね。半端ない。
ハイボールいただきます。タンカレー見たことありますか。タンカレーなんですけど、タンカレーで11匹取るの、うまい、そんなの10番目だけど、めちゃくちゃ美味しい。カプレーゼ、私の大好物です。うますぎ。野菜スティック、これめちゃくちゃ立派なんですね。ソース4種類あって食べ飽きなさそう。本当めっちゃうまそうっすね。ネギ炒め食べてる。いただきます。めっちゃ熱そうな。ブッカーズのロックでございます。いただきます。あ、香りがすごい。うまい。あ、これ本当に美味しい。締めの豚しゃぶキムチ冷麺でございます。いただきまーす。うまい。ごちそうさまでした。はい、お腹も膨れてお酒も飲んだことですし、明日に備えて寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今の時刻は7時47分。これからちょっと日帰り温泉に行って、それからちょっと観光しようかなと思ってます。よろしくお願いします。さて、次のホテルに荷物を置いてですね、これからちょっといろいろ回ろうかなと思ってます。とりあえず目についたやつでいいかな、一通り回ろうかなって思います。本日はあいにくの雨なんですけれども、草津ってそんなに絶景とかそういうのはないので、そんなに影響ないと思うんですよね。お猿の湯もみどころなんですね。さて、再び湯畑まで回りました。雨の日の方がね、湯気が結構上がっていて、私は好きですね。
はい、次の目的地は向こうにあります大滝の湯っていうところですね。日帰り温泉です。やはりね、でかい風呂に入らないといけないでしょう。こちら二階のあの湯ですね。思わずパシャリ、歓迎されている。はい、大滝の湯ですね。写真がもう素晴らしいんですよね。本当に楽しみにしています。いや、やっぱさっきから思うのは、やっぱどこも硫黄臭いですね。ただ本格的です。編集中の金パミです。大浴場はいろいろありますが、まずはこの合わせ湯、色の薄いところが一番ぬるく、だんだんと熱いところに入っていくという仕組み。最後の方は本当に体が温まり、そのまま水風呂にドボンでした。超気持ちいい。内風呂と露天風呂も見ての通り広くて最高。もちろん酸性泉です。強烈、いい湯でした。はい、お腹が空いたので洋風レストランどんぐりでハンバーグを食べたいなと思います。ごちそうさまでした。洋風レストランどんぐりめちゃくちゃ美味しかったですね。ここは本当におすすめです。さあ、とりあえずそこにあった高泉寺に行ってみましょう。
美味しい。はい、今回泊まるお宿はこちらのエデアさんですね。今回も非常にいい部屋を取っておりますので楽しみにしてます。では参りましょう。さあチェックインいたしまして、私のお部屋はこちらの204ですね。早速見ていきましょう。おお、なんだか素敵な感じですね。右手に姿見とハンガー掛けがありますね。でダイニングテーブルの机、そして大きいですねこれ、すごい大きいモニター。そしてこれスーパーファミコンのミニがあるんですね。楽しく遊べそうです。でガラステーブルと、さらにソファーで、この2つの大きいベッドですね。一人で泊まるのに結構持て余しちゃいますね。でヒーター、今は夏なので必要ありません。でこちら水のサービスと、さらにコップですね。でまさにもうでっかいテレビ、テレビの応酬ですね。で冷蔵庫ですね、まあ普通に使うといたしましょう。さらにですねバスタブがあるんですね。こちら洗面台と、この立派なバスタブを見てください。素晴らしいですね。普通温泉旅館って部屋のお風呂はチャッチーはずなんですけど、これはもう本当に立派中の立派です。最高。でトイレの紹介ですね。本当に綺麗でおしゃれな感じですね。こちらも水洗式のウォシュレット付きのトイレです。はい、こちらのタンスにしっかりと屋外がありますね。タオルもしっかりと用意されています。はい、というわけで今回はこちらのお部屋に宿泊いたします。で今回がですね、本来2万610円だったんですけども、全国旅行支援がついて3000円引き、さらにクーポン2000円分がついています。いやー、これは素晴らしいですね。全国旅行支援さん様々です。ではね、これからゆっくりして過ごしたいと思います。で今回のお風呂なんですけども、貸切風呂が3つあるらしいんですね。そちら全て制覇していきたいと思います。でそれ全て入ってしまうとさすがに弱がってしまうので、こちらに水風呂を張って体を冷やしながら入るという作戦でいこうかと思っています。さて宿の方ですが、こちら玄関がありまして、こちらから入ってチェックインをするようです。でこちら1本100円の牛乳ですが、宿泊者はサービスで1本いただけるそうです。さっきいただきました。でこちらにおもちゃや知恵の輪等があるんですね。頭の体操がぐんぐんできます。こちらの茜屋食堂というところで夕食と朝食をいただくそうです。こちら入っていくと模型がところどころにあるんですよね。でこれ小さなゲームセンターのような、なんだか素敵な空間が広がっていますね。こちら大木が祀ってあります。こちらオセロですかね。でこちらに謎の庭的なやつがあって、これはもう完全にレトロゲーですね。でラジカセかな、これトランポリンですかね。まさかのトランポリンがあるなんて初めてですね。でこちらに足つぼのやつかな、これはミニメガドライブですかね。いや16ビットって書いてある、なんかレトロゲーム機的なのがありますね。でこちらにエルモと一緒に遊ぼうができます。これ昔のジャンプとかが置いてあるんですかね。なんだか貴重な雰囲気を感じます。
こちらのソファーでもくつろぐことができます。で、貸し切り温泉がこちらとこちら、なんと3箇所ありまして、扉が開いてれば自由に入ることができるはずです。確か予約不要だっけな。空いてるところに入りましょう。ちなみに温泉の成分なんですけれども、やはり草津の標準なのかな、酸性硫黄泉ですね。酸性塩化物硫酸塩塩泉、あれ硫黄とは書いてないのかな。でも非常に成分の濃い温泉のはずです。さあ早速一つ目のお風呂でございます。脱衣場から即もうお風呂ですね。いやー、やっぱ貸し切り風呂っていいですね。これ独り占めですよ。さあ客室のお風呂にしっかりと水を入れていきましょう。いや、しっかり冷たいです。気持ちいい、最高。さあ2番目のお風呂とは言っても一番奥のお風呂なんですけどね、こちらに脱衣場がありまして、で、お風呂が、あかね、こっちから開けるのかな。ああ、この鍵は開けるんだね。はい、こちらを開けて、おお、これも素晴らしいですね。こちらからは景色が、外の景色が見えるんですね。いやー、素晴らしいですね。こちらも入っていきましょうね。いいっすね。最高です。はい、こちら夕食です。サラダとこちらお刺身と、これはサラダチキンなのかな。美味しそうですね。上の料理はちょっと見た目じゃ分かんないですけど美味しそうです。はい、こちら鍋だけ火をつけさせていただきました。こちらがですね、出来上がるまで少々お時間がかかりますので、触らずにお待ちになってもらえたらなと思います。はい、こちらがですね、上州のもち豚を使ったお鍋となっています。もち豚、すごいですね。はい、出来上がり大変お熱くなります。はい、私鍋に作ってまいりますので、ね、了解です。でこちらがですね、うなぎの山川風となっております。でこちらがですね、はい、中にエビが入ってるんですけども、外にあの湯葉で巻いておりまして、発泡地っていう薄い出汁で炊いております。こちらがバンバンジン風なんですけども、赤木鶏っていうのはあの地元の鶏を使った風がバンバンジー風となっております、でこちらお刺身さんとの本日はカンパチとマグロとイカのお刺身となっております。でこのお鍋が出来上がるタイミングでご飯を用意しようかなと思っているんですけども、もし先に召し上がるようにしたらすぐにもご用意できますので、その際はお待ちしていただきたいと思います。一緒のタイミングで大丈夫ですか。大丈夫です。かしこまりました。ではすぐにお飲み物でご用意します。はい、少々お待ちください。お願いします。こちらお刺身もいただきます。
ちゃくちゃうまいぞこれ。しかもいただきます。うん、肉質が思ったよりしっかりしてて本当に美味しいです。うなぎも食べましょう。あ、めっちゃうまいぞこれ。なんか今まで食べたうなぎのトップクラスうまい。これは本当に美味しい。ビバの包みですね。これも食べていきましょう。うん、これは優しい味なのにうまみがすごく出てて美味しいです。チキンを使ったお鍋になっております。もち豚からですね、とっても美味しいスープが出ております、うんうん、具材を食べ尽くすとスープに出るんですけども、うんうん、スープをさらにご飯にかけてもらって召し上がってもらいますととっても美味しいです。それは最強ですね。はい、でご飯たくさんご用意してございます。はい、ご用意してください。ありがとうございます。で食後にはデザートのコーヒーもご用意してございます。はい、はい、あ、どうも、はい、はい。ではお鍋いただいていきます。いやでも熱いけど本当に美味しいですね。最後はねこのスープに出汁を入れて、違う、スープにご飯を入れて楽しみたいと思います。雑炊にしましょうね。いただきます。うん、おいしい。でも熱い。味変用の薬味をいただいたので入れていきましょうかね。はい、はい、はい。こちら食後のデザートですね。レアチーズとあと蒸した芋ですね。これメニアズマって言って、ただ蒸しただけなんですけど砂糖で漬けたような味がするということでいただいていきましょう。早速こちら気になるので刺した感触めちゃくちゃ柔らかいですけど食べてみましょう。ここでいや本当に砂糖で漬けたような糖度を誇ってるんですけど、なんかケーキそのものみたいな味するんですけど大丈夫ですか。香りもめっちゃフルーティーですけど大丈夫ですか。これめちゃくちゃ甘い、すっごいですね。コーヒーいただきます。うん、美味しい。うん、レアチーズケーキもね、うん、なんか泡がはじけるような食感で、よく柔らかく味も上品で美味しいですね。ごちそうさまでした。大変美味しかったです。ちなみに温泉のそばにこういうお水飲み放題があるんですね。やはりお風呂に入ると非常に汗をかくので助かりますね。はい、ホテルのスタッフさんがサイの河田公園の夜がいいということでやってきました。いろいろ撮っていきたいと思います。しかし入り口の地点で結構おしゃれな雰囲気が結構するんですよね。お昼は結構にぎわってるんですかね。
はい、というわけでやってまいりました西の河原公園です。いや、 やはりライトアップされて非常にいい感じですね。向こうに鳥居かな、あれは。それも見えますね。カメラにしっかり収められてるかは分かりませんが、これ全部温泉かな、すごい。稲荷神社ですね。すっかり暗くなりましたがライトアップされています。じゃあ今日も明日に備えて寝ようと思います。おやすみ。おはようございます。今の時刻は7時33分。これからまた温泉に入って朝食を食べます。よろしくお願いします。さあ次の浴槽はこちらですね。今度は浴槽が結構広いですね。楽しみですね。入ってみましょう。よしよし。きますね。いやー、このお風呂は素晴らしい。朝食です。あ、やはり味噌汁はいい。味噌汁は全てを解決する。魚めっちゃうまそうですね。うん、あ、うまい。豆腐をね、そのタレに入れました。食べていきましょうね。あ、いいお出汁。うまいっすね。豆腐屋さんで今朝作られたそうです。うん。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。さあ草津温泉いかがだったでしょうか。どこも魅力満載で強烈でしたね。次回もまた魅力満載の場所をいっぱいご案内いたします。お楽しみに。